合です。この個人総合後半に残りました、そのうちのトップ上位6人の一班、これから演技を行いますのは水島浩一です。関西高校から日大、現在2年生です。今の入りが D 難度ですね、この横移動からシピンデルというのも D 難度です。この人もアンバを得意としています。何ですか、 D 難度が4つあるんですかね、はい、入ってますね、今のところうまく演技が来てますね。これも倒立通り、素晴らしい演技でしたね、特に彼はこのあん馬に自信を持っておりますね、昨日もおとついも非常にいい、得点を出してますね。そうですね、規定で 9.60、 それから昨日の10では 9.70 というね、あん馬の中では一番高い得点でしたね、したね。今日もそれに負けない、はい、それ以上のあん馬の出来じゃないですか。特にこのトップのメンバーがあれだけきちっと抑えてきますとね、はい、水島君自身もプレッシャー以上のものを感じてはいると思うんですが、それをぐっと乗り越えた強さが見えましたね。まあ、これは最後の折りの部分でしょうけども、はい、開脚通りですね。ちょっと腰がちょっとこう曲げてしまうような悪い癖があるんですけどもね、今日は両足旋回の中で、はい、全然そういうぐらついた感じが見えませんでした。そうでしたね、はい、多分最高得点に、体育得点が出るでしょうね。そうですか、はい、この男子の一班は山脇外村というオリンピックメンバー、それから小西、渡辺、三脇、早瀬、可愛がきの早瀬、そして今演技を行いました日大2年生の水島、この6人で編成されております。まあ、特に今回のこのメンバーの6人の中での若手ですね、水島、小西、渡辺というね、はい、この3人がいい塩梅をやりましたですね。そうでしたね。まあ、特に小西の塩梅、それからあとは水島の塩梅が、このメンバーの中での若手がこの塩梅をグッとしてきたというのはいい材料ですね。さて、先ほど学生の日大2年生の水島浩一の塩梅の得点が出まして 9.75 ですから、塩梅の中では最も高い得点を出しました。全日本男子の個人総合日本一が決まります。2種目目が終わって、これから今種目移動、3種目目に変わったところです。